拙者は流浪に、また流れるでござる。人間の本性は修羅、そしてこの現世こそ地獄、修羅のみが生きる国、これこそ俺の作ろうとしている地獄なんだとな。天下の覇権を狙ってみるのが男ってもんだろ。その日は近い。へえ、抜刀術ですか。この破壊こそ愚瀬の第一歩だ。心眼の前で隠し事は不可能。獅子王誠、お前一人の正義のためにこれ以上人々の血を流させるわけにはいかぬ。どうせやるなら花の京都としゃれ込みたい。お前は必ず拙者が止める。天御剣流渦流斬。登場は無用でござる。京都絶対に焼かせねえ。俺は絶対に負けられねえんだよ。受けてみやれ。二重の極み。来た、驚いたか。刺繍だろうが何だろうが悪徳残のもとに切り捨てる。とっておきを見せてやる。終わりだ。俺のガトツに資格はない。惨めだな。人斬り時代にあやめた命への通内感。これは隊長命令だ。殺さずの流浪人が明らかにお前を弱くしたんだ。未だ殺さずを引きずっている抜刀斎がいると邪魔なんだよ。お前を殺すにはな。明王の暗示は負けるわけにはいかんのだ。しくさー、なんでそうなるんだよ。剣士に弱点扱いされたことの方がバッバ言ってえんだよ。人斬り抜刀斎が人を斬らずにどうして人を守れる。人斬りは死ぬまで人斬りなのか。みんなを守るため。俺は今一度人斬りに戻る。俺は負けねえ。絶対に負けられねえ。気が変わる。もう殺す。アホが。人を殺める人斬りとしての強さなどもう必要ござらん。俺は恐れるものは何もない。正真正銘のガトツ、手加減なしだ。俺は負けねえ。絶対に負けられねえ。我が不正をしかと見届けよ。強ければ生き、弱ければ死ぬんだ。春天抜刀斎をやれるのはこの俺だけだ。さあ、時代が必要としているのは俺かよ、てめえかよ。俺は死ぬわけにはいかない。流浪に剣士、明治剣客ロマンタ、炎上京都輪廻。みんなで一緒に東京に帰ろうね。ああ、必ず。